第12位、武田選手、リーグでは強いが、球種がリアタイ向きではない。第11位、川越選手、同じくリーグでは使いやすいが、球種がリアタイ向きではない。第10位、桑原選手、ムービング A は持っているが、その他の球種が少ないので、現状はそこまで刺さらなそう。第9位、河野選手、ミート高く、さらにセカンド守備適性 B 可能なので、純正にはおすすめ。第8位、マギー選手、特殊能力にフリーヒッターは持っているが、ステータスが高いので、純正にはおすすめ。第7位、山本選手、弾道は中弾道だが、ミート高く、特殊能力にアベレージヒッター持っているので、ヒットはかなり打ちやすそう。第6位、松原選手、弾道高弾道でステータス高く B 可能なので結構使いやすそう第5位、ラムレス選手、弾道パワーヒッターでミパのステータス高いので、純正の DH か代打起用では結構おすすめ。第4位、岡形選手、打撃守備のバランスかなりいいので、純正にはおすすめ。第3位、ゴンザレス選手、2C m ム B、さらに特殊能力も超コントロール、大ピンチ持ってるので、個人純正にはかなりおすすめ。第2位、GG、佐藤選手、弾道ラインドライブでミパのステータス高く、さらにライト守備適性 B なので、セーブ純正必須級。第1位、木俣選手、キャッチャーでミパのステータスが高い、パワーヒッター、広角打法の選手なので、12球団的にも結構